ご紹介始めましょう。オープニングを雲仙ジュニアブラスベストスマイルズの皆様に飾っていただきたいと思います。ここでご紹介です。長崎県内初の中学生を対象とした吹奏楽のクラブチームとして活動をされています。先日大阪市で開催された第36回全日本マーチングコンテストの中学校の部において小浜中学校が金賞に輝くなど吹奏楽が盛んな雲仙市ですが、現在中学校の吹奏楽部では部員の減少により活動が十分にできない吹奏楽部もあり、そのような状況を何とかしようと吹奏楽を愛する市内の中学生が週末だけでも学校の枠を超えて集まり、みんなで楽しく練習したりイベントに参加したりできる場として設立されました。現在25名で活動しており、クラシックやポップス、マーチングなど吹奏楽を通してできる全ての活動にチャレンジしながら市内外のさまざまなイベントに積極的に参加しています。それでは準備が整ったようですので、雲仙ジュニアブラスベストスマイルズの皆様よろしくお願いいたします。肉じゃかんで友達におったやん。アルバイトをちょっと手伝いに言うにやっぱ向こうやったね。 あっちやん。皆さん、こんにちは。僕たちは雲仙ジュニアブラスベストスマイルズです。僕たちはこの雲仙市産業祭りで演奏できることをとっても楽しみにしてきました。短い時間ですがよろしくお願いします。僕たちは長崎県初の中学生によるクラブチームバンドです。主に雲仙市内のいろいろな中学校から集まったメンバーで毎週楽しく練習しています。昨年度は長崎国際音楽祭、長崎ベルカのハーフタイムショー、ビファーレン長崎のホーム開幕戦のオープニングなど、たくさんのステージを経験することができました。一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。最初に聴いていただいた曲は、皆さんご存知、ウパン三世でした。次は2曲続けてお送りします。1曲目はザ・ブームの風になりたい、2曲目は皆さんご存知マツケンサンバです。それではお楽しみください。
僕たちは11月に別府で行われたマーチングバンドコンテストに出場して、今年もゴールド金賞を受賞することができました。これも日頃応援してくださる皆さんのおかげです。ありがとうございます。僕たちは毎週土曜と日曜の午後から千々和中学校の体育館で練習しています。興味のある人はぜひ見学に来てください。待ってます。それではヤングマンです。曲の途中で皆さんにも YNCA の振り付けを一緒にやって楽しみたいので、皆さんで一緒に練習してみましょう。Try